今日は、私どもの日本での自治体での働く労働組合の状況について少しお話をさせていただければと思っております。日本の47つの都道府県、その都道府県すべてに私どもの労働組合が存在をいたします。全部で81万人、そして組合の炭素としては2700を超える炭素が存在をしておりまして、全国の各地方自治体を中心にさまざまな活動を行っております。で、地方自治体の職員が中心ですけれども、私たち地方自治体の職員以外にも、民間の企業で働く仲間であったり、そして、地域における公共サービスを担う人たちが組織をする労働組合も存在をいたしております。したがって幅広い地方自治体の職員といえどもですね、幅広い皆さんが集まっていろんな取り組みを行っているというようなところでございます。で、私たち地方自治体の公務員については実は労働基本権がすべてあるわけではありませんで、団体交渉の協約締結権であったり、そしてストライキ権自体もまだ日本では存在をしておりません。したがって労働組合とそして自治体の当局側と交渉するけれども、なかなかまあ交渉相手としてですね、認めてもらえてないような、実はそんな組合も実は存在をしております。ただまあ多くの労働組合ではそういう権利が制約されてますけれども、労働組合側とそして当局側が十分話し合いをしてですね、場合によっては勤務労働状況に関わっては交渉したり、そして交渉した内容についてきっちりと、労働協約締結はありませんけれども、約束として書面で結んだりというようなことをやってですね、私たちの労働組合の、交渉を通じて賃金労働条件を守っているというようなことをこの間積み重ねております。そういったまあ労働組合とですね、自治体当局が十分話できるような間柄がまあほとんどなんですが、たまにですね、周りに一部の労働組合、それも首長のがかなりまあ労働組合をですね、なかなかまあ認めないとかいうようなことをですね、平気で言う首長もいます。したがって労働組合を敵視をしてですね、労働組合を痛めつけることによって自らの政治的な思いを遂げていこうとする、そんなまあ私どもからするとなかなか許せないような首長もいますけれども、とは言いながら私どもは私どもとしてしっかりと話をして、そして交渉して組合を守っていくというようなことの取り組みをやっております。ひいては私どもの労働状況を守るということは、市民生活を担っている市民生活の一番まあ前線でですね、私どもの組合員が多く存在しておりますので、そういったまあ方々の働きやすい職場づくり、これがひいては地方自治体の力になり、そして地方の自治体にお住まいの市民の皆さん方のですね、生活を守っていくということにつながりますから、そういったまあ使命感を持って頑張っておるというようなところでございます。以上、簡単ですけれども、私どもの自治労の取り組み、そして組織の現状をお伝えしました。引き続き頑張りますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。